や村の衆、前回はいろいろ面白いものを見せてもらったけ、面白かった。君らにも見せてあげたかったよ。そりゃええことじゃが、動画一本を他力本願で作るのはどうかいの。ところでまたお招きしてくれとる人がおるんじゃなかったか。そうなんよ、ここではないんだけどね、ちょっとね別なところでね、お世話になった方がね、ぜひ見てくれっていう形でね、招待してくれたのよ。ありがたくその招待を受けようと思うんだけど、なんか手土産はやっぱりあった方がええんかな。そりゃあの、ただその人の状況にもよるじゃろうし、ここはやっぱりわしの名言をお伝えするのが一番じゃろ。ポンデリングぜ。もうええっちゅうねん。はい、どうもアンダーソンです。今日も今日とてやってまいりました、マグ兄弟サーバーでございます。前回ね、ショウさんのね拠点をね、ちょっといろいろこすらせていただいたんですが、今回もねまたちょっと別の兄弟の方から、うちの拠点遊びに来てもいいですよっていう連絡をいただいたんですね。ただまあ今回の方はちょっと事情待って、匿名でお願いしますっていうことなんで、匿名さんという形で呼ばせていただこうと思います。この匿名さんはね、私実は兄弟サーバーにいることで、申し訳ないですけど知らなかったんですね。で、別なところでちょっと絡みがあって、ああセンスのある建築をされる方だななんて思ってたんですが、その方がね兄弟サーバーに行って見に来ても構わないわよということでね、呼んでくださったのでね、早速見に行こうと思います。なんかね座標は見たんですけど、まあ初期リスからしたらねかなり遠いんですけど、私の拠点からしたらそんなでもないなと。そして私はね、レッドブルこそ飲んでませんけどね、ワイドンさんから翼を授かっているんでね、楽勝で行ってこようと思います。チャンネル登録お願い。ワイドンさんから翼を授かってはいますが、その翼自体は強化されてるけど、翼を飛ばすロケ花が心もとないですね。で、座標的に見てね、確かね、こっちの今、お日様が沈んでる方向ですね。こっちに飛んできゃいいはずなんで、行ってみようと思いますよ。もちろん、ロケ花を、節約するためにね、高いところから飛ぼうと思います。よし、行くぜ！とう！ドラウンドの巣の頭の上で、ピュー！前に見かけたナンパ船だな。あそこにもなんか楽しそうな穴があんな。お、ここにも襲撃者の塔あんじゃん。焼き打ちかけてやりたい。ちょっと一旦ここに着水して、私も一度ゲーム出ますか。夜になるんだね。飛び立ちがやっぱり下手くそだな。こっち白熊のいそうなバイオームですね。ちょっとね、自分のワールドで白熊にはひどい目に遭わされてるんで。村だ。さすがにあそこでムッシュムラムラなんていう古い言葉を言う元気はない。 Z 軸はなんであんなマーネスまで行ってたのかな。これ X 軸的にはもう近くなんですけど、ほんでスイングバイができない地形になりましたね。ここにも村がある。結構あんな村、オレンジの近くにも1個2個あったもんね。すんげえ遠回りしてる感じ。方向音痴のやつがね、エリトラ使うとこうやって花火を際限なく使っちまうんですよね。だから火薬を自前で確保しなきゃいけないんですけど、前回ね訪ねた翔さんのねモンスタートラップをちょっと使わせていただいて、火薬を稼ごうっていう算段を今しておるところでございますよ。で、何気にまあまあ近づいてきたな。もう1000いかないぐらいですね。この山越えたらって思ったけど別の山出てきたよ。もうちょいだな。ここ越えたあたりじゃね、何か建造物らしきものが見えるかな。この付近のはずだ。着陸、あとはちょっと歩きで。本当にもうすぐのはずなんですけどね。もう100マス以内なんですけど、ちょっと通り過ぎた。ちょっと通り過ぎた。何か仕掛けのある建造物だという話なんですけどね。しまったな。建物というかその拠点の形状っぽいものをうっすら聞いとけばよかったな。この付近であることは確かなんですよ。うーむ。
あの穴の中ってことはないだろうね。鍋、そして夜の Y 軸が高くないから高さとしてはほとんどここに近いというかドンピシャですね。もしかしてこれかしら。あー、なんかっぽいな。このハーフブロックの敷き方は匿名さんっぽいですね。多分下のがその拠点でこの周りを発展させていたっていう感じなんじゃないですかね。ここかな。言われてた座標より高い位置にある。チャンネル登録お願い。あー、やっぱここっぽいな。諸事情により引退されるということでね、匿名さんですね。さっき多分座標ドンピシャの位置にあったあのイグルーっぽいやつ、ちょっと先見ますかね。単純にイグルーだったりしてね、これちょっとすぐ戻すんで。あ、ここは穴のないあれっぽいな。あるいは本当にこう作ったのかもしれない。ハスの葉こそ貼ってあるけど、ここ自体は何もないですね。これ座標公表していいのかな。その辺の話をちょっとしてないかったので、もしね、あの動画見られたりしたら、匿名さん DM で構わないんで連絡いただいて、座標公表しても構わないであればそう言ってくださればと思います。でないとね、あの残してるこれをね、さっき本読んだ限りでは、あのどなたが使っても構わないのでっていうことらしいので。すげえな、外観もそうだったけど、これ姉持ちの家やで。すげえなー。あれも気になるけど。ベッドは2階に、他の資材は隠し部屋の最深部へ。なるほどね。とりあえず夜が迫ってきたんでね、ベッドをちょっとお借りしようと思いますよ。あ、2階のこの階段の上がり方も素敵だな。木材の使い方とかね、すげえ洒落てる。俺だと思い浮かばないね。で、ベッドどこな。お、ここ入れるとか。お、入れた。本当に入れた。隠し照明とかのね、センスもね、素晴らしいですよね。本当に謎の部屋だな。わあ、ツツジが。すげえ。サンルームってやつだ。ますます金持ちっぽい。あ、夜になった。ベッドどこにあんの、マジで。寝るぜ。寝るくら。このベッドの上にも、この上の部屋があるのかな？ガチの謎解きだとね、あれなんですよね。私、チョコベさんの謎解きをリタイアしたほどの男ですから、これこっち側降りれるんだ。すげえな。眺めも最高だね、これ。いいロケーションだな。でも、あの辺とかすげえ楽しそうな遊びがあんじゃん。あー、畑とかももうちゃんとしてあるよ。名が見てやがるぞ。で、あの渓谷も絶対楽しいよ。これはすごい作りだな。外からざっと眺めただけで、あんな感じだからな。あー、資材が確かに一部残ってる。ちょっとしたからくり屋敷って言ってたけど、ちょっとどころじゃないね、これね。この、廊下に本棚がある生活とかね、憧れるよね。これさっきのサンルームね。え、サンルーム複数あるの？マジで？すげえ金持ちの家じゃん。めちゃめちゃ金持ちやん。ここらは入れないの？こっちは入れないっぽいですね。ちょっと1階に降りて、一通り回ってみるべきですね。一部屋ずつ見てみよう。チャンネル登録お願い。ここが玄関というか、あれかな、おしゃれで金持ちの住む集合住宅って感じなのかな。うちの左の1枚ドアの中、管理人室っぽいですね。あるいは談話室か。森の木々を眺めながらこう座って話したりするんでしょうね。雨降ってきてる。せっかくいい風景なのに雨かよ。この正面の部屋は初夏ですかね。好きな本を持ってきてこの辺に座って読むんですよね。照明がもう絶妙に隠してある樽だ。火打ち石。なるほど、これで火つけれるのかな。こっちまだ扉が奥にあって、食堂っぽいな、ね、この背の高いテーブルとかね。こっちは飾りなんですね。で、食堂の奥、ああ料理場ですね。勝手口。じゃあ、住み替えです。
パントリーか。置いてあるの食べ物だけでもないっぽいけど。なるほどね。でこっから外が眺めれるわけですね。ちょっとあいにくの天気ですけどね。これでも案内なしで全部屋見て回るの無理かもしれないね。俺の方向感覚だと。えでも一回はこんな感じじゃないですか。パラクリ屋敷っつってたこっちに何か実は道があったりしない？しないね。回路こそ組んでないけどちょっとしたからくりがあるよっていう話を聞いてるんでね。2階上がって正面の部屋、なんか全体的にホテルっぽいな。そしてこの部屋に備え付けの書かね。すげえなー。間取りも装飾も全部おしゃれだわ。で多分こっから先はあのなんていうかな、館の持ち主というかあのスタッフオンリーなエリアなんでしょうね。ここなんかはあの寝室ですね。完全にこれ暖炉なんだろうな。ちゃんと上の方の本に手が届くようにはしごがついてある。すごい細やかな心遣いだ。すげえな。こっちは？あ、まだ奥がある。ここは？なんか秘密の隠れ家っぽいけど、二段ベッドになってるってことかな。ちょっと二段目使うのには癖がありそうですね。いけるか。あーダメだしかしなるほどね。ここあれなのかもしれないですね。宿直スタッフとか泊まり込みで働いてるスタッフの部屋なのかもしれない。ここら辺もそんな雰囲気ですね。製図台が多い。さりげに製図台が埋めてある。で絶対にあの建物の表にあの照明を見せないっていうね。こっちから入ってきたよね。あここベッドだ。なるほどな、すごいな。でこっちがさっき俺が上がってったスタッフルーム、スタッフオンリールームですね。看守専用のサンルームって感じだな。で看守の寝室でしょ。でこっから天井に上がれるわけでしょ。でサンルームの小さい方の絵は奥がありましたね。ここがね、ここにあの禁断の書物とかあるんじゃないですかね。エトワスの魔法書とかねそう、さっきも気になったんだけどここですよね。これで泳げる状況になるのか。ここもまた隠し部屋で大事なものをここに入れておくっていう感じなのかな。ってことは看守専用の倉庫みたいなもんか。積んだ場合はトラップドア下白樺ハーフを破壊してね。あー出れんくなったらここ壊して出てねっていう話か。そういう理解でいいのかな。これで戻ってきたと。ちゃんと行き来ができるようにできたんですね。ダメだと思ったらあれを壊してっていう話か。いやすごいな。でここドア閉めてたらこっちからも入れないですもんね。チャンネル登録お願い。はい、というわけでね、匿名希望さんがね、今ちょっと骨とやり合ったんで矢が刺さってますけど、矢パンダになってますけどね、匿名希望さんのね屋敷の方をね見学させていただきました。で玄関のところにあるね本にも書いてありましたが、こちらもはや使われることがないということで、一応ね寝る場所とかね収納とかはね一通りあって、で多分建てられる時に使われた資材っていうのもいくつかあります。でレッドストーン回路みたいなのはないんで、そういうものを作ろうと思う人は後々ねご自身でね揃えられてね、この周辺をね整備していくっていうのもいいと思います。私はねもう自身の拠点を持っておりますので、もしね初めてねこんなね金持ちっぽい家に前から住んでみたかったなという私と同じような夢を持ってる人がね勝手に来て使ったらいいと思いますね。でベッドもいくつかありましたので、あの一人の拠点ではなくてね複数人数で住んでいろんなことをするのにも向いてるんじゃないのかなというふうに思います。匿名希望さん、建物の詳細なあの情報ありがとうございました。確認させていただきました。ありがとうございます。すごくねセンスのあふれる建物でね、で中の内装とかも素晴らしくね、照明も全部隠しになってて綺麗に作られてて、あの建物の外観を損なうこともなく脇つぶしが綺麗にできてると。ただあの周辺にはしれっと骨が出てきました痛い目に遭いました。ああいうこともねまあ楽しくはあったりするのでね、あの別に構いはしないんですけどね、エンディング撮ろうと思った時に出てくるとね空気読めねえやつですよね本当に。まあ、こんな形でね兄弟の方で落ち着いてもいいよっていう場所があったらね、ちょっとね勝手にあの勝手にって言っちゃいけないな、あのいいよっていう情報をいただけたらね、あの見に行く会を設けていこうと思います。
マグニーさんのね、方でもそういうことされてるので、そちらに挙手される方はもう、そちら優先ということでね、この日以降だったらいいよみたいなこと言ってくれたらね、ちゃんとそういう約束守っていきますので、冗談で生きてるような人間ですけど、約束だけはちゃんと守っていこうと思っております。できない約束はしないタイプでございます。それではね、今日の配信はここで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければですね、チャンネル登録とかしていただいてね、マインクラフト以外のゲームで、ゲーム以外の実写のコンテンツなんかもございますのでね、よろしければね、それらも見ていただいてね、楽しんでいただけたらというふうに思います。それでは今日の配信はこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。しかしすげえわ。